こんにちは、ココロギの風花です。カルです。今回はお家にあるものでやってみたシリーズの親子でできる楽しいトレーニング編を紹介します。今回使うものはじゃん、タオル。そして今から説明しますよ。はい、家にある何でもいいです。ボールもしくは、風船とか何でもいいです。ちょっと投げたりするので、壁に当たってもそんなに衝撃がないものを使ってやっていきます。はい、ではですね、やり方説明します。ちょっと立ち上げてやるんですけども、まずですね、こんな感じにちっちゃくちっちゃく畳みます。なるべくちっちゃく畳みます。こんな感じ。そうするとこんぐらいのちっちゃくなりますね。で、お子様はこの上に乗れるかな、片足で乗ってもらいます。こんな感じ。はい、まずこれでバランス取れるかな。はい、これでバランス難しかったらもうちょっと広げてあげて両足でも OK です。はい、はい、でお子様はこれで、はい、バランス取ってもらいます。はい、バランス取ったら、はい、向かい合いますね。お父様お母様とお子様で、はい、向かい合います。でお父さんお母さんは、はい、ボールを持ってください。ボールを持ったらこれを投げます。投げてお子様これに当たらないように、当たらないように避けるんです。これボールがなかったらどうしたらいいですか？ボールがなかったら何でもいいんですよ。あの風船でもいいし、あとは新聞紙がありますね。新聞紙いいと思います。新聞紙、なるべく あんまり硬いと窓に当たるとき割れるとかあるんで、新聞紙軽めにやってもらって投げてあげてください。はい、たくさん用意するともっといっぱい楽しいと思います。はい、これ投げるので、それを落ちたら負けですよ。お子様は落ちたら負け、お父さんお母さんは当てたら勝ちですからね。はい、避けます。いきますよ。じゃあ至近距離やな。もうちょっと遠いところでやってくださいね。はい、行きますよ。よーい、はい、はい、はい。一発で勝ちましたね。はい、もう一回行きますよ。よーい、はい、はい。そういうゲームじゃない。余計やってる。それはそれであり。はい、ここは避けてくださいね。はい、ちょっとじゃあ、ちょっと正面から見た方が分かりやすいと思うんで、正面から見ましょうね。はい、はい、いきますよ。避けるんですよ。避けるのね。はい、せーの、はい。問われますね。あとは反応能力ですね。はい、こちらを今度やってみてください。